はい、おはようございます。みさぺこです。今日もコードドラゴンブラッドやっていこうと思います。このゲームドラブラって略すらしいですね。最近知りました。ということでやっていこうと思います。レッツゴー。なんだっけ、ちょっと会いに行ってきます。なんかねこの子でね遊びたいんだけどね、なんかコインがいるんだって。これどうすればもらえるの？教えて。よし、なんかこのクエストやっていこう。わかんないよ、何このびっくりマーク出てる人たち。びっくりマーク叩けないよ。わかんないから学校戻る。学校の状況を説明してもらってるところでしたね。カッセル学院は今月誌のシークレットパーティーが竜を殺すために創立しました。これはまあ常識ですね。言ってることが物騒だぞ。竜族が復活すれば全生物は死に絶えるでしょう。それを防げるのは私たち混血種だけです。ですからあなたの実力を知るため、あなたの竜分、つまり言霊の共鳴レベルの評価、審査をします。え、テストあんの嫌なんだけど。このスカートの揺れ方かわいい。生き残ってかわいい。何これ、なんか変なマークついてる。これあれの子みたいじゃない、あの0号が連れて行った女の子。その子に見える。もう羊だな。なんか来た。何だってんだい。何こいつ。なんとも不思議な決闘だ。竜分との共鳴能力は S 級だというのに、血脈のコントロール力は D 級だとは。よくわからん、どう違うんや。こんな不安定な血脈、能力を過度に使ったら命さえ落としかねない。そんなやばいの？もう少し考える必要がありそうだ。とりあえずエヴァに入学手続きをしてもらうという。で、とりあえずどういう服の泊まり方してんの、これすごくない？今日入学できたあなたは幸運です。というのも、ネタバレは面白くないからな。楽しいことはやはり自分で体験させるに越したことはないのだ。ないのだ。まあいいでしょう。制服を用意したのですが、小型ロボのアダムズが部屋の隅に隠したみたいです。隠すな。見つけたら身につけ、外に出てください。門の外で待っている人がいます。はい、バイバイおじちゃん。見つけたって言ってるからもう見つけたんだな、めちゃめちゃアダムスの近くに置いてる。
まだめっちゃいろんなところに隠すじゃん。まだ話したいことあんの。制服がとてもよくお似合いですね。ありがとうございます。外に出る前にしっかり装備を整えてくださいね。今日のレクリエーションきっと楽しいですよ。楽しみにしてます。カッセルの扉。すべては始まったばかり。エヴァと呼ばれるスーパーコンピューターから大量のデータパックが溢れて出る。なーん、読み間違えた。さてさて、お、なんか光っとる。集合場所だ。じゃあ集合場所遠くない？もうちょっと近くでよくない？竜族侵入。え？竜族が間もなく学院に侵入。全員警戒態勢。え？学院の入り口すべてを封鎖しました。侵入者に反撃を。いらんってそういうん。いらんってそういうん。なに、レクリエーションってこれ？いや、マジで逃げてる人いるやん。ロ・メイヒ S 級学生。基本的に能力がない。能力ないんかよ、お前。マジか。助けなきゃな。挟まれてるやん。大丈夫？大丈夫？何やれ！おーい。ちょっと間抜けすぎんか。早くダムシャたちをやっつけて。オッケー。いいよ。どこにも。なんかさ、進んでも戻らされるんだけど。何？喉が渇いて死にそう。もうダメ。悪いけど水を買ってきてくれないか。あっちに自販機が。自分で買いに行きなよ。優しい。これタップしてもなんないんだよね。サイダー。やっぱりサイダーって最高だね。うん、で？そんな目で見ないでよ。みんな僕が S 級だって言うけど、言霊も使えないんだから。この学校で僕以上の負け犬は9年も留年してるフィンゲル先輩だけさ。9年も留年してんだ。僕は強くないけど、優しい野々先輩が守ってくれるから大丈夫。先輩を探そう。きっと一緒に解決策を探してくれるよ。人に頼んな。ああ、そうだ。学院内にまだダムシャがいるから、スキルアップした方がいいよ。ちょ。強くなってる。よし、ダムシャたちを痛い目に合わせてやろう。お前が何かしてくれるわけではないんだな。やばいって。
これだけじゃ。めっちゃ持ってやりたい。持ってやるとね、マイクのところ触っちゃうんだよね。変だな。先輩はどこだ。ここで会う約束だったのに。先輩、先輩、どこですか。大きな声出さないの。先輩が今どこにいるのか聞いてみよう。これ学院内で使える通信機。僕の言う通りに文字を打ってね。はい。通信終了しちゃった。めちゃくちゃ楽しんでたら通信終了しちゃった。しょうがない、先輩の言う通りここで待とう。待つよ。かっこよ。かわいい。役職かぶってんじゃん。十数体の竜武者に囲まれたけど、もう始末したわ。こちらは新入生ね。ロメイヒが何か迷惑をかけませんでしたか。君があの入学式を欠席した新入生か。悪くない感じだな。どういう意味だ。変態か。君が学生自治会の一員になれたら、いつか俺の結婚式に招待してやらないこともない。いや、いいです。いつになるかは分からんが、すでに俺とノノの結婚式を計画し始めているところだ。俺たちはヨットで世界一周旅行に行き、マゼランの航路をたどりながら航海をする。世界各地で全く異なるスタイルの結婚式を60回挙げるつもりさ。多くない？飽きるで。私はただ婚約を OK しただけなの。どうして早々と結婚式の準備をするのよ。俺とノノの結婚式は盛大でなければならない。1ミリの間違いも許されない。少し早めに準備するに越したことはないだろう。ん？え、その頑張れボス、結婚式うまくいきますように。なんだろう。警告、上級竜武者が学院広場に侵入。警告を聞いた学生は直ちに学院広場のサポートに。はい。上級竜武者だと。そんな面白そうなことを獅子神会に持っていかれてたまるか。ノノ、ロメイヒ、乗れ。バイクには乗れるな、新人。これをやる。ついてこい。女の子？おお、なんかでかいやついる。
言霊。言霊何て言ったか全然分かんなかった。すごいな。どれだけすごいやつかと思ったら、とってことないじゃん。お前何もしてないじゃん。ちょっとなんか連れて行かれたんだけど、どういうこと？ちょっと何か新しいエリアに来てしまったので、今日はここまでにしたいと思います。はい、また次の動画でお会いしましょう。みさぺこでした。またね。バイバーイ。